ねえ、潔陽一、俺らと組まない？え、俺らのチームに来なよ。おいおい、凪、組みたいやつってこいつのことだったのかよ。うん、だってあの試合で一番すごかったのはこいつだ。俺はこいつとサッカーがしてみたい。だってさ、どうすんの？あっち行く？行くわけないだろ。俺はバチラと組む。すまん、凪。一人でそっちには行けない。だとよ。そっか。じゃあ。俺が潔のチームに入る。え？は？それならいいでしょ。な、何言ってんだよ、凪。お前、俺と組むのはマストだろ。どういうつもりだよ。俺はどうなる？レオ、お前は俺にサッカーを教えてくれた。俺とお前で世界一になる。それは絶対だ。でも、俺たちは負けた。俺たちは最強じゃなかった。初めて感じた、この悔しさってやつの正体を知るために、俺はこいつとサッカーがしたい。俺、頑張ってみたいんだ。しろよ。どうする、潔？国神か千切が仲間になってくれれば心強いのは間違いない。それが得策なのは分かってる。でも俺もこいつと来いよ、凪。だよね。じゃあね、レオ。先で待ってる。